はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。誰とでもネオスです。さあ本日なんですが、ネオスさん復活きたデュエルリンクスの、ね、リミット発表が本日ありまして、2月の21日、ですね、ネオスさんね、ちょっと帰ってきましたね。ちょっと帰ってきました。はい、本日は、このリミットレギュレーションを皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思っております。まずですね、リミット2、リミット3、そしてからリミット解除っていうのがあるんですけども、先に言っとくと、あのリミット緩和しかありません。つまりですね、何が言いたいかというと、環境1ミリも変わりません環境1ミリも変わんないと思う。だし、まあネオス、まあ、登場してはいいんだけど、緩和してはいるんだけど、なんかそんなに別になんか環境に影響を与えるデッキではないと思うんだよね、ネオス君って。だから、KC カップとか走られた方、いらっしゃるかもしれませんが、前回の KC カップね、あの環境から、何ら変わらねえということですね。はい、おそらく。ちょっと早速見ていこうと思うんですが、リミット適用は、3月の8日ということで、まためちゃくちゃ悪ね。今回はでも、規制緩和しかないから別にいいかな。規制緩和しかないから、こんだけリミット適用が遅くてもいいや。規制緩和じゃなくて、規制をその強くする方のやつだと、リミット適用が、遅すぎるとめちゃくちゃイラつくんだけど、イラつく人も多いと思うんだけど、俺はイラつくんだけどね、イラつく人も多いと思うんだけど、今回は、緩和だけだから、別にいいかなっていう感じですね。で、リミット2、まず、ブレイブネオス、これはもともとリミット入ってないカードなんですけども、リミット2に指定されちゃうっていうことで、これなんでかっていう、この理由がこっちの下に書いてあるんだよね。リミット3にこのカードが入るからっていうことなんだけど、はい。ネオスフュージョンの制限を緩和する代わりにこのカードを制限しますっていうことで、こいつをリミット2に入る代わりにこれがリミット3になると。素晴らしい。はい。やっと帰ってきましたね、ちょっとだけ。ちょっとだけね。もともとこれリミット2で、今現状リミット2で、リミット2がリミット3になるっていう。そして、竜魔道の守護者もリミット2が、3になるっていう感じなので、めちゃくちゃまたその前あの昔みたいにネオスフュージョンめっちゃ打てるかって言われるとそうでもないんだよ。昔はさ、リュウマドの守護者を3積みしてネオスフュージョンを3積みできた時代がありましたので、そこと比べるとちょっと正直ね、微妙かなっていうのは思うんだけど、一応リミット3に指定されたことによって、ネオスフュージョンと守護者が、3枚積めるっていうことは初動札が3枚になるっていうことなんで、嬉しいかなっていう感じですね。非常に強力なカードですが、人気カードでもあることに加え採用率の低下も考慮し制限を緩和しますと。はい、おっしゃる通りで、ネオスフュージョンとの併用を抑えるためにこのカードの制限をリミット3に変更しますということで、これもおっしゃる通りですね。はい、これが6枚詰めてしまうとマジでやべえことが起きるんでまたね、ムーンライトクリムゾンフォックスとかいうなんかキツネと寝たりね、こいつがキツネと寝たりなんかいろいろやばいこと起きるんで、こいつのね召喚条件が緩いんだよね。だから、ここは妥当かなというふうに思ってます。これをリミット解除してしまうのはちょっとやりすぎだと思うんで、はい。で、弱体化をちょっと入ってるとこあって、バレットネオスってあったじゃないですか。バレットネオス、アレイスター入ったやつですね。アレイスター入ってるバレットネオスは、アレイスターとネオスフュージョンが被っちゃうんで、若干弱体化してると思う。ちょっとね、使い道、難しくなったかなっていうふうに思うけど、一応ネオスフュージョン2枚のアレイスター、無理か、召喚魔術が入らないから、ちょっとね、バレットネオスは死んだかもしんない謎にバレットネオス使いの人どんまいで、リミット解除、リミット解除ね、4種類あるんだけど、まずマジシャンもブラックイリュージョンね。はい、ブラックマジシャンがちょっと強化されましたね。もともとマジシャンもブラックイリュージョンリミット2だったんですよ。だから狡猾とかブラックイリュージョンを入れる場合は、11とかにするしかなかったんだけど、これでブラックイリュージョンが、2枚詰めて、さらに狡猾も2枚詰めるみたいな感じになるんで、これはかなり強くなりましたね。例えばだから狡猾を、リミット2の枠がブラックマジシャンのところで開くんで、だから狡猾をねぶち込んだ後に狡猾の効果発動してから相手ターンにマジシャンもブラックイリュージョン出てくるみたいな、だから、そういうね展開もできるんで、これはブラックマジシャン強くなりました、ちょっとね。注意してほしいのは、ジンナビの確率が変わってるわけじゃないんですよ。ジンナビの確率が、そんなめっちゃ高くなってるわけじゃないからさ、ロットとかナビゲートとかのリミットは解除されてないんで、だからジンナビ自体はそんな変わってない確率は。ただマジシャンもブラックイリュージョンも手札から出せる確率がちょっと高くなったっていうのと、リミット2のカード、強いカードを採用することができるようになったので、強化されてるっていうことですね、ブラックマジシャンは。で、サイバレティックフュージョンサポート、現環境においては共有できる強さであるというか、
まあ、元々サイバーリー奥義ありきのカードだったんで、これサイバーリー奥義を規制したんだったらこのカードを規制する必要ないんですよやっと運営が気づきました。で、サイバーリーフィーチャーサポートはあのサイバーリー奥義をサポートしていたカードだったんで、これ別にリミットを入れる必要ないっていうことに気づきました。これで何が変わったかっていうと、サイバーリー奥義は別にあの死んでるんで、そもそもそんな変わんなくて、あのね、自殺デッキとあとネタデッキ、これ強化されます。あのなんてかっていうと、ライフポイント半分支払うっていうことができるカードなんで、これだからまあクソスキルを発動することができる、簡単に結構、まあ、お邪魔系の効果とか、はい、あとあれネタデッキ系だと、まあそのライフを半分支払うことがメリットになることとかもあるんですよ。あと自殺デッキね、自殺デッキも早く半分払いたいんですよ、ライフを。だからそういう意味では、まあ、この辺の自殺デッキ、クソデッキあたりが強化されてるっていうことですね、はい。これ強化って言っていいのかな。で、魔導書、ゲーテル魔導書とセベルの魔導書は、もともとゲーテル魔導書がリミット3で、でセベルの魔導書がリミット2だったんですけども、これが両方とも解除。これなんでかっていうと、前回のリミット緩和でゲーテル魔導書とセベルの魔導書を緩和したんですが、緩和したのに誰一人魔導書を使ってねえっていう、あまりにも悲しいことが起きてると。環境のインフレが進みすぎて、ガチで誰一人魔導書を使ってねえっていうことに運営がやっと気づきまして、これも運営がちょっと有能な人材が帰ってきた説が濃厚になってるあの理由だなんだけど、まあ、これで魔導書フルパワーになったんですよ。これでまあ昔と比べると、例えばあの何ブレイカーと光と闇の交換してサイマージ持ってくることはできないし、あのスキル死んでっからだし、あと芝刈りが禁止だから芝刈り魔導もできないから、まあ、昔と比べると弱いけど、でも魔導書時代のギミックは全部フルパワーになったんで、まあ、結構強くはなるかなとは思います。ただやっぱり魔導書自体がその環境に逆風カードが多すぎて、月の書とかサイクロンとかあの逆風カードが多すぎるんで、まあ、そこまで活躍はできないんじゃないかなと読んでます、個人的には。で今回の、まあ、リミットで強化されるデッキは、まあ、基本的にはネオスですね。一応ねネオス初動あの増えたからネオス、まあ、ネオス入りのなんかハーピーとかもう復活するかもしれない、もしかしたらね、ネオス、それからあれあの魔導書、うん、魔導書ね、はい、魔導書、魔導書、それからブラックマジシャン、うん、それから、まあ、自殺デッキあとネタデッキみたいな感じになってます。まあ、環境に及ぼす影響はそんなに大きくないかなとは個人的には思う。多分、まあ、ブラックマシャがちょっと、見るようになるかなくらいの感じで、まあ、一番強くなったのはブラックマシャなんじゃないかなと思うんだけどね、うん。まあ、ネオスフュージョン3枚詰めたところで、まあ、あの引ける確率は 50% なんで、20枚デッキでもね、はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。